このねシャリ米っていうのは僕が、ブレンドした、コシヒカリ一目惚れをブレンドしたお米になります。ね、コシヒカリのいいところと一目惚れの、いいところ、2つの長所を、組み合わせてより、僕が求めているお米のに近づけたお米になります。美味しいお水で一気に美味しいお水で美味しいお水で1回目のお米はもうすぐしてます。すぐしてます。で、すぐお米は素早く洗うのがやっぱり一番こう美味しく洗える秘訣で、よりその1回目2回目にあの美味しいお水を使うことがこのより美味しく洗う秘訣なのかなっていう。表面についてる、米ぬかをいかにお米に吸わせないように洗うっていうのがポイントなのかな。で、3回目から初めてこうお米とお米をこうすり合わせて、この時は全く力は入ってない、全く力を入れずにお米とお米をすり合わせるようにこういう風に素早く洗う。お米が割れると、この洗う時点でお米が割れちゃうと、そこからいらないね不必要なでんぷん質が出ちゃうんで、お米が粘るんですよね。粘りが出ちゃう。なので優しくお米を割らないように、洗うのがポイントなのか、素早くお米を割らないように優しく洗うのがポイントなのかなと思います。洗いすぎない。で、これが洗い終わったお米ですね。あのお米一粒一粒が割れてなくて、キュッ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 してくるんですよね。キュッ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 、洗いすぎたらお米の旨みが逃げちゃうので、
で洗い終わって給水に入ります。約2時間ぐらい。こうやってこの状態にして、2時間お米に、しっかりとお水をお米が、最大限に、膨らむ状態まで給水する。でこのね、この美味しい水で給水させることが結構ポイント。その結局お米っていうのは米と水の2種類しか使ってないんで、お水っていうのって非常に重要なんですよ ね。これ毎日ね、6年間毎日蓋をして沸騰するまでもうそのまま蓋も開けない、何もしないです。